今日は心霊スポットに来てます。でも怖くないんだけどね。ハイビーム。今ハイビーム。ああ。ワイパーが邪魔や。しゃあなし。どうもこんにちは、グミネコ村です。はい、ということでですね、本日の、最終の物件にやってまいりました。本日最終の物件は、香川県ナンバー2ナンバー1どっちか分からんけどの、心霊バケトンネルにやってまいりました。うわ、今はねちょうどね、あのちょっとビデオの方が車載カメラでやってるんですが、うわ道やばいな、すごいな、めっちゃ狭いな、すごいな。はい、ということでね、もうすぐ到着みたいなんですが、どこやろう、わドキドキしてきた。この先やね、ここはね、なんかかなりねやばいっていう噂やけど、もう明らか怖いわこれすごいやばい、最終の物件にふさわしいな、ほんまに。うん、ということでね、まあ知ってる方は知ってると思うんですが、旧立石トンネルというところなんですが、まあ、通称中村トンネルかな、うんうん、というところにやってきてますけど、これは雰囲気抜群やな。おう、うわーすごい、U ターンできへんやん、これはくぐるしかないと見よう、うわすげえやばい、うわ全部およそ200m 先、目的地は左側です。あと170m だそうです。だそうです。狭いしか、このね今あったかくなってきて、うん、この横の雑草、まあ、植生がねこれが伸びてきてるから、
その実際の道幅よりよっぽど狭く感じる。ああ、ほんまもっと広いね。で左側がね側溝になってるんで、うんうん、落ちんように、ここでは U ターンできるな、うん、オッケーオッケー、分かった。とりあえず行く、うん、とりあえず行く、とりあえず、とりあえず行く。ここでもできそうや、うん、まあ、ここ分かれてるやん。そうやね、うん、なんとか行けた。若干分岐っぽくなってる、うん。目的地は左側です。お疲れ様でした。目的地このまま真っ直ぐ、このまま真っ直ぐ、うん、うわすっげえ嫌な雰囲気やわこれ。はい、ということで、うわ出てきた、うわ出てきました。はい、見にくいか、ちょっと手でもとか、うん、はい、立石トンネルです。中村のバケトンにやってまいりました。これね、グミ、うん、さん、うん、あの冗談抜きで、うん、怖すぎやな。やばいな、むっちゃくちゃ怖いやん。これをね、うん、一人ずつで行って歩いてまた帰ってくるっていうのはちょっと無理くさいな。ということでね、これ見てくださってる皆さん、すいません、めっちゃ怖い。ちょっとズームしてみようか。ちょっとやばすぎる。ズームはどれや。あ、これか。これ分かりますかね。最初5メートルほどだけ、あ、ハイビームのままでモルタルで、中あと手彫りなんですよ。こうデコボコし、デコボコなんですよ。これは怖い。で今車ハイビームの状態でこの暗さ、これはやばいな。今むっちゃくちゃこれ怖いです。怖すぎる。これ無理。降りられへん、ほんまに車から。うん、一回置いて、ちょっと一旦、はい、こんなんや、真っ暗やん。これな、うん、ほんまに降りるのきついわな。あ、うん、車でも通るしかないか、これは、うん、今、ハイビーム、うん、あ、待って、 OK、 うん、OK、 とりあえず、ちょっと前進むわ。うん、でな、横取ってもらえる。横、うん、これこれが例の、あー、祠あったとこ、うん、取れる。ちょっと待って、トシ君、ライト、いや、大丈夫、いける、うん、ライト。もう一枚だとこは。いいよ。あ、すごいよ。これがやばい。U ターンですね。いや、U ターンでき。いいんじゃな。うん、八重さん、カメラまだ撮る？どうしようか。撮るんやったら、うん、もっと距離近づいた状態で撮る。それか、うん、もう撮るんはやめて、うん、ビデオ持ってもらっていい？ああ、了解、うん、通過していくわ。うん、分かった。はい、ということで、ちょっと車から降りれないんで、ちょっとやばすぎる。もう窓閉めてもええかな。いや、でも窓閉めると、うん、多分見えへんかもしれない。通れる？うん、通るのは通れる。
左木落ちてんで、はいよ、オッケーオッケーいける。これ怖い、右から段差なんで、うん、ちょっとほら坂な、左は余裕あるよ。はい、これ今通過してます。うわすごいこれ、ちょっとゆっくり行って、皆さん分かりますかね、こんな感じ、もうほんまに手彫りの岩ですわ。こんなトンネル自体も初めて見た。これね、うん、和歌山では似たようなトンネルが結構林道であったりするんだけど、これもし動画編集の最中に声とか聞こえたら、今肉眼っていうか直の耳では一切何の声も聞こえないです。車の音だけ、うん、はい、ということでね、とりあえず通過しました。でもはっきり言ったら無理、降りられへん、普通に、うん、ちょっと怖すぎるということでね。おお、おなんや、段差か、あ、びっくりした、びっくりしたということでね、ちょっと皆さんね、申し訳ございませんが、ちょっと降りれなかったんでね、もうこのままちょっと山下りたいと思います。ちょっと無理ですこれちょっと怖すぎやね、やばいの分かるこれ、うん、うん、オーラが違う。はい、ということでね、あのね、あの皆さんね、あのまあ興味ある方とかも結構おって、まあ行ったことないっていう人とかもおると思うけど、あのある意味、まあ、自分らもねこれ、まあ、言えることじゃないと思うねんけど、あの遊びてきたらあかん、ここ、うん、ほんまにやばい、うん、もうなんかもう やばいしか言われまあということでね、まあ、本日はねこれで、まあ、一応最終の物件ということで、全ての探索は終了ですということで、またね、後ほどちょっと帰りに、ちょっとしたまたトークライブをしようと思ってるんで、また、まあ、エンディングということでそちらで最後トークをやりたいと思います。では、とりあえず途中まではもうカメラ停止で、一旦止めさせていただきます。ではこの辺でさよなら。なら、今日は楽しかったです。でも僕今日は全然ダメダメでした。すみませんでした。また機会があれば心霊スポット行きます。よろしくお願いします。今回は前回和歌山の方に行けなかったので、まあ、久々の探索ということで、まあちょっと張り切ってきたんですが、まあ結構ね今回あの2回目の場所もあり。勝手知ったるだったはずなんですけど、結構ねやっぱ大変だったっていうのはありましたね。まあとし君は今回四国初上陸ということで、まあとし君もかなり頑張ってくれてました。まあ今年もねこれからまた暖かくなって、いろいろ動きやすいシーズンにもなってきますので、また、いろいろ行ってみたいと思います。今回は以上です。ということでですね、今回は、グミプロジェクト体育心霊スポット探索チームの、1周年ということで、四国再上陸してまいりました。でね、今回は、心霊スポットで廃墟含めて、全部で4件行ってまいりました。でね、今回ちょっと、廃墟が2件行ってきたんですが、1件目は、まあ、一応言ってしまうと香川県のドンということでね、あの心霊スポットでは香川県のドンということで、あのかなり有名な場所なんですが、まあね、あの見てる方は、まあ、ほとんど知ってると思うんですがね、もうかなりやばい場所ということでね、あの、まあ、いろいろ検証も含めて行ってまいりました。でね、感想としては、まあ、規模は思ったよりはまだ大きかったかなっていうのもあってんけど、まあなるほどな、物とかもあんま少なかったし、落書きも結構多かったし、
まあ、ただ景色はそこそこ良かったかなっていう感じでしたね。で、2軒目に回ったところが、まあ、私の、まあ、放送自体見てくれてる人は知ってると思うんですが、前回1回目の、四国上陸編で、ちょっと惜しくも、途中で断念したという廃墟が一軒あったんですが、そちらをもう1回あのリベンジということで回ってきました。でね、まあこのエンディングを見てる時にはもうそちらの動画を見てくれてると思うんですが、あの規模的にはかなりでかい規模で、まあ、途中でちょっと撮影もね、バッテリーの関係でちょっと全部撮影することができなかったんですが、写真もね結構あの何枚か撮らせてもらったんで、そちらの方もね結構いい写真が撮れたと思うんで、ぜひ楽しみにしていてください。でね、次回まだ一応日程とかまあ一応は見てやねんけど、できたらまた、遠征どっかに遠征しに行きたいと思う。でね、まあこれからも結構遠征自体が結構増えていくと思うんですが、まあそこそこ、まあ、面白そうな廃墟とか、まああと心霊スポットとかも回っていこうと思ってるんでね、またそちらも皆さん楽しみにしてください。あと、まあ今回1周年ということで、皆さん、視聴者の皆さんどうもありがとうございました。おかげさまでね、まあこうやって1周年を迎えることになったんで、まあ感謝ということで、まあこれからもよろしくお願いします。ではこの辺で終わりにしたいと思います。では。